そうめんの茹で方45秒で何ができる余熱もないよ。そうめんじゃない、こっちの方が美味しく食べられてる気がする。こんな麺料理を食べたことがない。ジャボコココロチャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也と申す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうめんの茹で方とかいろいろあったじゃないですか、はい、一つね試してないやつがあるんですよ、東山方式と僕が呼んでるやつなんですけど、コココロチャンネルが存在してるのは東山さんのおかげだから。キングマニアック東山さんがですね、はい、去年かなツイートしてバズって、リュウジのチャンネルでもあ、そうなんだ、やった茹で方があるんですよ。この茹で方がね、45秒茹でて1分氷水に浸すっていう、それがめちゃめちゃうまいと。変ですね。変でしょ、にわかに信じられないじゃん。東山さんも、はい、リュウジさんも言うということは相当うまいんじゃないかと。でそれがねどういうふうにうまいのか、はい、でどういうのに合うのかみたいのをやっぱり心的に検証したい。我々はね他の方が発見した素晴らしい発見を、咀嚼して、改めて皆さんこんなの知ってましたかって、提供し続けるチャンネルになりたい、意外と知らなかったりするし、僕は知らないです、ね、いや知らないよね、いやちょっとやってみましょう。やってみましょう。ココロチャンネル、そうめんは今回もですね、この瞳の島から小豆島手延べそうめんで、参ろうと思います。まあ、じゃあ普通にね、まず茹でてみる。はらりはらりのはらりんちょ、2分。はい、できました。これ普通茹で。普通茹でですね。で、でしっかり洗う。氷水でね、締める。じゃあちょっと、いただいてみましょう。この生でね。もちろんなんですけど、普通です、まあツルツルしていて、まあ普通に美味しいですよ、これとどんだけ変わんなかった話でしょう、いやじゃあ行ってみましょうか。東山茹でで45秒茹でて1分氷水につける。圧倒的に足りないですけどね、茹で時間ねえ、なことはないよね、まあ行ってみましょう。はい、45秒で何ができるっていう、本当に本当だって、本当君のことを考えることしかできないよ。すごい、そうめんのこと考えてたら終わる。そうだわ、そうめんのことは考えられないね。もうあと30秒だよ、え、そのなんていうの、なんだっけ、コカみたいなさ、時間足りないんじゃないの。いやって思うよね、はい、それがさ、で今回はねザッザッてやって、あれだからこうやって開けるから、はい、もうあと10秒ですよ。やばいやばい雑談もできない、まかないも取れない、2、1、はい、45秒、はい、でこれを、はい、でこれ急いでこうちょっと洗う、で1分氷水につけるらしい。この工程がなんか大事なんだって。45秒茹でただけだと、そりゃ硬いよってなるんだけど、1分間氷水につけることで、中までこう水分入って食べれるようになるっていうのさ。だって余熱すらさ、余熱もないよ、でしかもなんかあんまり伸びないってことはさ、あんまりこう水分も吸わないっていうことじゃないですか、冷たいし、ね、って思うよね。さすがに固め好きの室崎も半分の時間でやったことはないけど、はい、できました。できるよ。タレも作れねえ。こっちが東山茹で、はい、こっちが普通。ああ、針金感を感じますよね。マジか。はい、じゃあちょっと食べてみましょう。食べてみましょう。ココカロスキッチン、はい、プレーンいってみましょう。いただきます。いただきます。僕は固め好きなんで、はい、すげえコシあるね。これぐらいで食いてえな。そうだね、タレ&薬味を、はい、そのまま食べたら結構固めだなって思うけど、タレにちょっとつけたら全然印象変わります、美味しいし、何よりこんな麺料理を食べたことがない。好きな人いっぱいいるんじゃない。いやそうだね、なんかそうめんじゃない博多豚骨のバリ方とかにも近い、固めに茹でるよりこっちがいいってことなんだろうね、こっちの方が美味しく食べられてる気がする。ポテンシャルを生かせるのはこっちって感じするな。美味しいね。美味しい。なんかお店で出てきてもすごいいいよね。他の味でもちょっと食べてみたいんで、茹でつつスープアレンジもやってみましょう。ラーメンとかにもこう近い感じだから、鶏そばやったじゃん、あれもぜひ見てほしいんだけど、あれの冷やしバージョンみたいのをこう作ろう。なるほど、はい、これね家から持ってきた綾波レイが、電子レンジサラダチキンはタレを食うものだっていうね、
噂がありますから、煮汁を、はい、煮汁をね、茹で汁300に薄口醤油を20、なんかみりんで、はい、優しく15ほど、ね、これで、はいはい、薬味とあとサラダチキンほぐしてね、はい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 、盛り付けてみましょう。45秒茹で、はい、タレを注ぎまして、でちょっとだけオリーブオイルをね、薬味、この前のね、味の素のあの九州刺しね、うん、いやマジで素晴らしかったよ、ね、東山さんのね、うん、もう案件外の動画で、うん、あえて言うけど、はい、俺あれ家帰って舐めたもんなできました、いただきます。おいしょ、いただきます。うまい、うん、しかもサラダチキン作った副産物でできてるんでしょ。うん、そうえげつねえなちょい固めだったから、うんうん、スープに浸ってても、うんうん、はいはいはい、めちゃめちゃちょうどいい食感になるわ、ね、もちろん東山さんのこの茹で方も相まって最高なんですけど、うん、やっぱ何よりサラダチキンがうめえわ。この時期とか特にだよね、うん、あれあったかくして食べてもいいんだけど、うん、この時期のあのこのさ、そうだね、もさもさ食べれちゃうしさ、食欲ない時でもいいな、味そんなついてないから、うんうんうん、おいしい。麺の話してないよおいしいそうめんの食べ方のコーナーでした。お疲れ様でした。心東山さんとの合作ということで勝手に、はい、勝手にコラボ、いやちょっと一回やってみてほしいですね。スーパーの安いそうめんと、うん、イボの糸みたいな、はいはいはい、ちょっと 高級というかね、うん、いいやつで、うんうん、どっちが美味しかったみたいな教えてほしいな、はいはい、心チャンネルはですね、耳寄りなこの料理情報を検証して、うん、そうだね、はい、皆様に、はい、あの拡散するという役割もやってまいりますので、チャンネル登録とグッド評価もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ？コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いします。福山雅治で。